ソルノキ MVFC は、ハンガリーのヤース、ナジクンソルノク兼、ソルノクをホームタウンとする、サッカークラブである。クラブは MV 工房チーフエンジニアのパップ、デーネシュの主導で1910年5月11日に、ソルノキ MVSE として創設された。1938年に、ネムゼティバイノクシャーグアイに初昇格。 NBI 最初の試合は1938年8月28日に行われたエレクトロモッシュ戦でソルノキ MV が4から1で勝利した。1941年マジャルクパ決勝でシャルゴータルヤーニに3から0で勝利して初優勝した。1941から42シーズンには NBI でクラブ最高順位の3位になった。1948年に ソルノキワシュタシュ SE、1949年に、ソルノキロコモティブ SE、1953年に、ソルノキテレクベーシュ SE、1956年に、ソルノキ MVSE に解消された。1979年6月29日に、ソルノキ MV と1919 19年3月15日創設のソルノキムトが合併して、ソルノキ MV ムトとなった。 1996年にソルノキ MVSE に解消。1998年1月1日にソルノキ MVFCKFT が運営するサッカークラブとなった。2009から10シーズンにネムゼティバイノクシャーム2東グループで優勝して62年ぶりに NBI に復帰したが1シーズンで降格した。ありがとうございます。